皆さんこんこにちは、ジェイクです今日は「すればするほど」の言い方です。すればするほどは英語でもよく出てくる言い方ですけれどもこれが入った文はちょっと長くて作りづらいというのはあるかもしれないので今日のビデオを見ながら僕が日本語の文を言ってからビデオを止めて英語の訳が出てくる前に自分は作れるかどうかを ちょっと練習して見るのはおすすめです。もしよかったらそうしてみてください。若ければ若いほど外国語は覚えやすい。The younger you are, the easier it is to learn a foreign language. このパターン、すればするほどというパターンは同時に2つのことが変わっていくということですね。 比較級の下の文です自分が若いということについて覚えやすいというのも変わっていくという意味を示す言い方ねこの言い方の下のものは比較級ですもし自分がもっと若ければ 外国語はもっと覚えやすいという比較級からできてるんですこのような文を作るときに比較級になっているものもっと若ければの Younger を見つけてそれを文章の前に持ってきて If を消すんです If you are younger The younger you are ですから外国語はもっと覚えやすくなる、もっと簡単になる。easier to you It's easier to learn a foreign language. to you are, the easier it is to learn a foreign language. それで the younger you are the easier it is to learn a foreign language ikutsu ga rebono miribai e-commerce ni nai desu ne kyuryo ga ippai detete mo chokin suru no wa muzukashii desu okane ga areba aru hodo okane o Maskara. it's hard to save money even if you make a lot the more money you have the more money you use, mochi okane ga motte yaru o motto ga aru. The more money you have, okane o motto The more money you use. The more money you have, the more money you use. 私は小さい車を買いたいです。小さければ小さいほどいい。I want to buy a small car.The smaller it is, the better. もしその車がもっと小さかったら、その方が良い。 もっと小さい。the smaller it is。それがもっと良い。it is better.the better it is。この文は長くて覚えづらいので、このビデオに出たやつを全部表にしますね。ピン出てきました。 じゃあ今日はここまでです。この長い話を聞いてくれてありがとうございます。このビデオが気に入ったもんだったらいいねと押してください。新しい人はチャンネル登録をしてください。じゃあね、バイバイ。